はい、皆さんこんにちは。今回はね、コロコロコミック6月号と、あと古本市場でライドキミートルカフェーズ4をね、5パック買ってきました。さらに古市クーポン300円値引きもらいました。めっちゃ嬉しい。これそれじゃあまずはね、コロコロコミックの付録見ていきましょう。これね、コナンカード入ってるから買いました。ハルくんも持ってます、同じの。ただハルくんの場合はどこにあるかはもう分かりません。カバンの中に入れちゃうんで。コナンカードいいね。この絵が良かったんでね、ちょっと買ってきました。ただね、びっくりしたのが、パパが買ってる時代はコロコロコミック330円だったのに、今770円、2倍以上になってるのにびっくりしました。あとはこれなんだ、ノババトラーコレクションパックって書いてあるね。ちょっと開けてみようか。オールキラ仕様だって。あ、本当だ。オーダーマニューバー、姫ドローン、姫イーダ、水田何これ、どうやって使うんだこれって。何に使うんだろうね、ちょっとわからんな。パパは子供の頃はパパもめっちゃ買ってたよ、コロコロコミック。もう懐かしいね。これはヴァンガードのデッキケースなんだね。お、これいいね、デッキケース。めっちゃいいね、デッキケース。早速これ入れとこう。あとコナンカードとね、いい感じじゃん。はい、ヴァンガード。そしてこれなんだ、ベイブレードのなんか全パーツ大集結カタログっていうのがついてましたね。こっちがカイザーオブハイパードラゴン終焉の竜王長短って、何これ。これももしかして新しいカードゲームなのかな、デュエルマスターズのねえ。タカラトミーより6月22日発売って書いてある。へえ、そんな感じかな。あ、まだ入ってる。なんだこれ、カンゴエル猫カンゴエル猫って何これ、シリアルコードついてるよ。猫だらぼっち555プレゼントって、へえ、おもろ。あとはフェアリーリーライフのカードだね、デュエルマスターズだ。これもめっちゃいっぱいついてるね、付録。さすが770円。じゃあね、楽しみなライドケミートレカ開けていきましょう。300円クーポンもらったから、まあ中古でしか使えないんだけど、なんか得した気分。今出てきてるカードが、もうこれちょっとレジェンドライダーは重ねて入れてるんだけど、レジェンドパラレルが今こんな感じで出てます。だからね、これはレインボーレアか。だからこれ以外のカードを狙ってね、開けていきましょう。それじゃあね、1パック目、パラレル出てほしいね、すぐに。 UFOX なんだこれ、 XREX。 そしてキーバーだね。いいじゃん、キバー。キバーあったっけ、レジェンドライダーカード。でもパラレルのキバーはあったからね。じゃあ2パック目、1枚はパラレル出るでしょ、さすがに。 UFOX また出た、かぶりやん。そしてこれなんだ、ビートル X か。そして最後はグランドジオ、これもかぶりだね。じゃあ3パック目、頼ます。古本市場選べんからね、自分で。踊りっぱ、スチームライナー、そしてで、オーズだ。これ全部持ってるやつじゃない。じゃあ4パック目、やばいね、ちょっとパラレルなかったらショックだね、ちょっとね。あ、これパラレルだ、ゲンゲンチョウチョウ。
ハントルーパー、そして、あ、持ってないやつ出た。あ、違う、パラレルじゃない、ガッチャレア。かっこいいじゃんこれ。スチームライナー、ガッチャレアはね、これで2枚目だね。ユニコーンとマジェードのやつがあるからいいね。それではラスト、なかったら悲しいね。ちょっとないんじゃないこれ、やば、マジか。あっぱれ武士道、ジャングルじゃん。そして龍騎のレジェンドライダーカード、マジで。それでは一応ね、ガッチャレア聞いてみましょう、音声。あ、やっぱりもうスチームライナーって言うだけなんだね。あともう一応こっちのね、ユニコーンのやつも聞いてみましょう。うん、だから特殊な音声は鳴らないんだね。じゃあ一応出てきたレジェンドライダーも全部聞いてみるか。じゃあ、あとオーズとグランドジオウも聞いてみよう、最後ね。といった感じでね、古市で買ってきたライドケミトレカレジェンドパラレル出てきませんでした。5パック買って最悪じゃない。ちょっと古市買いに行かないといけないね。その残りのやつに入ってんじゃないのね。え、多分これに騙された。古市クーポン渡して、あいつレジェンドパラレル抜いといてやろうってね。え、その代わり300円のクーポンやろうかって感じか。ちょっと悲しいね、レジェンドパラレル出てこなかったのは。なんかワンボックスで3枚入ってたのね、前は。皆さんもぜひね、古市クーポン欲しかったら古本市場にね行ってみてください。ということで今回ね、古市で買ってきたライドケミトレカレジェンドパラレル出てきませんでした。残念でした。それでは皆さん、また見てくださいね。バイバーイ。